今日の質問は、インドに住んでわかる日本のいいところ悪いところ。やっぱその異文化に対して寛容じゃないですか。あ、それは思う。バックグラウンドを共有してるんですよ、インド人同士で。じゃろか。はい、ということで今日も、2人の沢地片尾さん、聞いていきたいと思います。どうも。今日の質問はチョリース。今日の質問は、インドに住んでわかる日本のいいところ悪いところ。うーん、5分間で話してください。何そのタイムセンス。何その。長いから。長い長い。え、1人5分。いやいやいや、長けないじゃん。じゃあ1分ずつでしょ。1分ずつ掛け合いしてみて。あ、そういうこと。5分話して、5分話して、その後議論。5分経ったら取れますね。あ、ゼミっぽいね、うん、すごいゼミっぽい。プレゼンを5分して、5分経ったら取れますね。プレゼンを5分して、じゃあそれについてみんなで。違う、このやり方ないぜ。これがもう、これでもう2分使ってるから。じゃあ、ロゴだ。じゃあ、サウジから。俺から。うわー、なんだろう。どうぞ。いいとこやっぱね、時間しっかりしてることですね。あ、みんながみんなやっぱ時間守るんで、ロスがないということですね。まあミーティングもちゃんと始まるし、だからその人を待つっていうことがない。な、人を待つっていうのがその無駄だ。無駄、隙間時間だし。隙間時間だね。そう、まあ、だから逆にそれはいいとこでもあって、はい、僕はその隙間時間に Kindle で本を読むっていうことを覚えた。だからちょっとこう余裕を持って生活できるようになったところはいいとこかな。それいいんじゃん。じゃろか。日本のいいところ。日本のいいところない。日本語が通じる、お、まあ、日本語が通じるのは僕にとってはいいことです。じゃろか。じゃあ逆に悪いところを。悪いとこね、日本のね、うん、やっぱその異文化に対して寛容じゃないですか。あ、それは思う、うん、日本の人は。それは悪いとことして思う、うん、やっぱね、インドの人すごく寛容ですよ、うん、もちろん僕らみたいなその外国人に対してもそうだし、一番面白いのはそのインド人同士でもやっぱり民族、言語、うん、宗教もう全部が違うから、やっぱそこをこう認め合った上で自分の言いたいことを主張するっていうマインドがちゃんとできてますよね。そうだね、うん、だから大国だから、ね、そうそうそう。だからよくインド人は話すと長いって言われるんですけど、うん、僕は最近それをすごい理解していて。あなたも長いからね。まあまあ、すげえ長い。あのね、すげえ長い。やっぱね、話しが長いのはしょうがない。なんでかっていうと、2年間住んでるから。バックグラウンドを共有してるんですよ、インド人同士で。これは真面目に言いたいんだけど、バックグラウンドを共有してないがゆえに、もう一回、もう一回、真面目に。前提条件から全部説明をしないと、先輩なのに。やっぱね、インドは通じないです、話が。だから話が長くなる。で、そこを日本人は、バックグラウンドみんな民族的に共有してるから、その状態で話を聞くじゃないですか。そうだね。そしたら話が長い、こいつは使えないってなるんですけど、そうね、そうね、それ違うんですよ。バックグラウンドっていうか民族的なものが違うから、そこはやっぱ理解してあげないといけない。そうだね、うん。と思いますよ。それは思う。はい。話が長いは別に悪いことじゃないと思うし、うん、まあ別に話が短いも悪いことじゃないと思うけど、うん、なんか違うことを受け入れられない、なんかこう風潮というかは日本のすごく悪いとか嫌なとこだなって感じる、うん、友達いなかったもん。それは変わってるやばいんじゃない。いやいや、その大学とかこうある程度大人になってからはそのお互いさ空気読んで友達になるじゃん、はい、それまで全然仲いい人できなくて。僕友達じゃなかったですか。まあ後輩か。後輩だし、大学になってからだし。そっかそっか、確かに。なんかその大学に行くとまたこういろんな違うとこから来るじゃん。だからまあそれ、その中でうまくやろうとする前提だから、うん、多分そのさっき言ったちゃんと伝えてっていうのがあったけど、うん、多分高校3年生まではそれない中で生きてるから、うん、違うかそこに当てはまってるかでもう入ってるか外かの、うん、まあ、それこそ01になっちゃってんなって。確かに聖地行っちゃうだけでいじめられたりとかしますよね、小学校、中学校って。そうだね、うん、っ
転校生だから人類とか、ね、そうそうそう、みんなもうインドでいったら何人いるんですかね。そうそうそう、それはね辛いなって思ってた、うん、俺自身も、うん、なんか違うということが認められないというか、うん、それはもう一致してますよ。そう、うん、珍しいね、いけない私はかなり握手しておきますはい、ということでした。はい、さよなら、はい、この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。